こんにちは。こんにちは。みんな戻ってくるかしら。来ないよ。あ、奈良さんか。奈良さんか。釣りたがりな子がいます。実は。スキヤブじゃん。あ、じゃん。バレた。やば。あ、これメナの水。あ、そうそうそう、間違えて飲みそうになった。いいよ、飲んでもいいんだよ。いいな。あれディズニーのつけようじゃ。どんなディズニー。あ、りょうかもさん昨日グッチョやった。やった。でも結局なかったんだよ。でもめっちゃ参加しててどうしよう。やばいやばいやばい。参加しててどうしよう。同じ部屋だってバレちゃう。夏目涼香です。藤崎美久です。お願いします。お願いします。18歳です。すごい年齢アピール。19歳です。腹立たしいな。でもさ、19と18って違くない？一緒だわ。ねえ、喋っちゃう。すごい入ってくる。撮ってないだけでショールームしてる。で、平年歌謡祭のイベントにさ、くまさんいただけたら嬉しいです。お願いします。しゅけんさんもぜひぜひ。ロップにさ、さっきなんて書いてたかな。くまさんください。それはありさちゃんかも。ありさちゃんね。わかんない。くまギフト待ってますとか。ようよ。それ違うな。ウェルカムボードだ。これに入ってたの。あれどれ。テロップ。あ、ほんとだ。くまさん、これガルボ一袋全部食べちゃった、この間で。え、びっくりした。残しとこうと思ってたのに。そう、この空き時間にガルボを全部食べちゃいました。びっくり。すごい、これ自分でできるのすごいね。合格し、うん、してたのに。せいさいちゃんです。まーた、うん、まあ、待ってます。うん、ありがとう。オッケー、できた。よし、よっしゃ。くまさんいっぱいありがとう。この配信は1時10分ぐらいまで。時計がないとこ見てたんで、みくりさんスマホなくしたす。わかんない、どこ行っちゃったのかな。ね、この前の朝帰るときスマホないって言ってさ、お前すぐなくしちゃうな。でも本当にこれ時計どこにあるんだろうってずっと思ってる。裏だよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。スマホ気をつけて。ね、みくこの間あれだ、うん、スーツケースの、うん、怖い。置いてあった事務所の。危ない。怖い。机とかでもなかった。スーツケースだって運ばれちゃう。そう、 SMS 認証をね、多分まだされてないよって方もいると思うんだけど、うん、登録していただいて電話番号とかのね、うん、それからくまさんを投げていただくと反映されて応援になるので、ぜひお願いします。待ってます。なかった。え、じゃあみなちゃんどこだったの。あっちのセブンだって。よくこっちのセブン行ったの。だってあっちのセブン思い浮かばない。あ、うまさいさん、こんにちは。あっちにセブンあったんだ。え、そうそうそう、あっちの。え、あ、セブン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 。え、ファイマニックにあるっけ。セブンがありました。え、セブンそこで、そこにあるの。と、こっちにもある。こっちにも途中セブンにはおでんがあったんで、こっちには見つけられなかった。おでん食べたかった。遠いとこ行くの。え、あっちも遠い、うん、え、嘘。あっちが近いと思った。何を越せよいつだってマウスをね、キュン。何おでん食べたいの。よくこんにゃく食べたい。みくはんぺん食べたい。はんぺん好きなの。うん、でももち巾着が好き。え、よくもち巾着って食べたことないかもしれない。なんで。なんで。
れない？え、食べれる食べれる。油揚げ食べたい。油揚げって秋津ね。うん、食べれる。うん、じゃあ食べれるじゃん。食べたい。食べないの。何？あと何？ちくわぶ、ちくわっぽい見た目してる、なんか白い固形です。ちくわにぶがついています。ちくわぶ、ちくわぶが好きです。ちくわぶ好きだけど。あ、そうなの。うん、ちくわぶ俺も好き。俺も、俺も、ね、入れてたでしょ最後。え、いや、え、違うよ。マイク入ってないよ。嘘でしょ。マイクだって横にあってるもん。え、嘘でしょ。あの、昨日のパッパをね、リリーベでやったんですけど、もうパッパやるたびに私これなんだけど、フリーマジで。そういえばサーリーのところがペアでね、いつも踊ってるところ。で、マリサちゃんが舞台のお休みなのに、ミクちゃんが一人なのね。だからミクちゃん何しようってなった時に、あそこ多分コールでホールルンってなってから、それをやるってことになって、そう治ったの。昨日マイク入ってると思ってるぐらい声大きかった。いや、最初タイミングつかめなくて、コールが、うん、で後輩になって入ったんだけど、うん、うん、ねえ面白かった。今日もあるかもしれないし、ないかもしれないし、見れないかもしれないし、見れるかもしれないし。そう、パッパでもあるたびにさ、うん、本当にアリサちゃんいない期間はさ、え、そうだよ、あれないよ。あれなんだってよ。でもやばいね、うん、結構ガチなのです、うん、あのそう、腰低くやってるからね。結構練習してた。後ろの人はちょっと見えないかもしれない。そのパターンが出してきてでもなんかちょっとなんか気だるぎ系、うん、そうそう、最初やってたよね。そう、でもガチな感じの、そう、ガチの感じのが好きなのでやってた気がする。お願いします。結局下向いて、神子チャンスだよみんな。本当、確かにね、本当。パパはそれです。でも2番のペアになるところはさ、うん、その場でさ、うん、振りをやるだけになってんの。あなたがいるからだ。ああ、確かに。その場でさ、一番はさ、私コールで余らせて。確かに ね、 面白いね。まあでも他に方法がなかったから仕方ないです。仕方ないです。え、これかわいい。え、嬉しい。どっち？くまさん。こっちも。くまさん、かわいい。こっちもかわいいよね、これ、うん、似合うちゃん。嬉しい。カーディガン、かわいいカーディガン買ったっちゃう。だって寒いもん最近。ねえ、今日なんだもん。え、ちょ、昨日は爆暑かったじゃん。え、昨日のこと覚えて。昨日バカ寒くて。寒い？寒かった。めっちゃ夜は寒かったよ。そう、寒かった。あれ、息暑かったっけ。息バカ暑かったよ。火出てた。出てた、めっちゃ。で、今日も火出てたから、そういうご様子かなって思ったら。そう、だって見た目めっちゃ暑そうだったもん。え、そうそう、マジで暑そうで、うん、外出たらキンキン。何？寒かった。冷蔵庫かと思った。冬みたいだった、うん、もう冬なんだと思ったね。10月ですよ。秋がさよならしちゃってますね。寒暖差に気をつけてね。涙そうそうね。うん、そう。ミクさん涙そうそうだと思ってた、ずっと。え、でもあれさ、普通のタイトルは涙なのかな。いや、涙そうそうなんでしょ。あ、そうなんだ。そう、でもずっと涙そうそうって。え、ゆうかこれさ、おことで引いたかもしれない。涙そうそう。そう、あ、涙そうそうだった。涙です。涙そうそうです。てかことやってたの。あの授業でね、選択ができたから、そうなんだ。おことやってた。あ、確かに確かに、やってた人いたかも。そうです。考えたら、私美術だったから。得意だね、美術は。美術だったよ、お絵描きさんだから。でも結構制作系多かったからね。あ、そうなの？発泡スチロールで物体を作りなさい。すごい。直そうすか、初対面で。怖い。え、なにこれ、なにこれ。本当になんかさ、怖しそうで。まあ、これはもともと怖いけどだけどね。まあね、ハプニング。うまさしさん、初見さん、ハプニング、初見さんがハプニング。え、待って、本当に。違う斜め。いいんじゃないの。
私たちが斜めなんじゃなくてみんなが斜めの可能性もある。あるよ、みんなが斜めで見てるから、え、これさ斜めかな。でも私たち傾くか。ね、本当にやばいかも。なんでこんな斜めなん？いつもいつも。毎度毎度。毎度おきに。おきに。ね、おきにってあれ？大阪？関西弁？うん。カルマンダダスカル。マガダスカル。ゆきちゃんから話してくれます。どう？ありがとう。まあでもちょっと斜めだよね、多分。わかんない。斜めかな。こんち推しの人。こんにちは、主権さん、ありがとう。ティフかける FNS 歌謡祭のイベントに参加中です。 FNS 歌謡祭出場頑張っております。はい、エネルギーマークのミッションからくまさんを手に入れてぜひ応援してくれると嬉しいです。生命数認証も忘れずに。忘れずに。わあ、初見さん、コモさん投げてくださってる。ありがとう。ありがとう。みんなもありがとう。こんち推しの人さん、ありがとう。こんち推し。みきちゃん、なんか食べたの？ね、うん、これ。あ、これ美味しい。キレドレモンの。これなんていうの？これさ、あ、ゼリー飲料だって。ゼリー飲料なんだ。飲むゼリーってことね。と、うん、あと、そう、さっき言ってじゃん、あの、もうさ、あの、起きた時間遅かったじゃん。あー、言ってた。そう、だから、あの、おにぎりを持ってきたよ。お、何ぎりですか、それは。酒切り。酒にぎり。食べたいね。酒、酒。酒でーす。昨日の、あの、お弁当で、酒、おにぎり食べた。確かに。美味しかった。肉はイクラが好き。え、クラウリゲー食べたことない。海鮮が好き。サーモン食べたい。サーモン食べたい。食べたい。食べたい。サーモン食べたい。え、でもさ、イクラがさ、こぼれ落ちるくらいのイクラ丼食べたい、うんうん、食べたい。食べたい。てか、サーモンイクラ丼が食べたい。親子、親子。え、食べたい。親子で好きです。親子食べたいの。だよねー。食べたい。食べたい。つなぎりが好き。和風ツナもうハマってた。美味しい。だからね、ツナ、ツナはね、うん、あんま食べない。タクシア、ツナあんま食べない。ほんとにさ、すごい話しちゃうしさ、しゃべりかけちゃうんだよね。やばい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 。聞いてほしいとこあって、この間電車で移動してたんですよ、一緒に移動してて、なんか多分ちっちゃい子かなんかが、あの、じゃんけんぽん一人でやってんのかな。それで、じゃんけんぽん、はい、どうぞ、なんけんぽんって言ってて、うん、で、なんか、あー、ちっちゃい子喋ってんなーって、りょうかちゃん喋ってんの、怖っ。そう、一緒に喋って、なんけんぽん、そう、言ってるだけだからね、しかも、一緒に遊んであげてるわけじゃなくて、言ってるだけっていうね、うん、真似してた、ずっと。そう、声二重になったと思って横見てもりょうかちゃん喋ってる。大人いるじゃんけんしてたから、したくなっちゃった、一緒に。え、何だったの？あれさ、おっかー始まって、んで終わるやつじゃないの？え、違うの？え、全然違う。ラーメンじゃない？え、え、ラ、ラ、ラから始まってる。ラ、ラ、ラ、んじゃない。ラー油？ラー油じゃない。ラーメンじゃない。え、でもラから始まる？え、ギーから始まって、んで終わる。ギンナン。ギン。私たち、私たち。そう、あ、そう、ほぼそっち。牛丼だ。え、なんかさ、あれかと思ってた、おでん、おでんさ、ね、食べてたからさ、おでんだー買ったのかと思った。違うよ。夏のサムさん、セブンセブンにさ、おでんなかった。え、だよね、だよね、だよね、びっくりした。びっくりしちゃった。なんかさ、今とこみくあれなんだよ、うんうん、その、セブン、セブン2つが分かんない分かんないかもしれない、ワンちゃん。今度見イレブン。これさ、息ついてるよね。そう、あれ、あゆちだって、あゆち。あゆち？あゆちの私。メンセチュー。つけたんだ。さんならいいね。あゆちだって。めなゆいのチューだよ、これ。みんな欲しいでしょ。視聴者プレゼント。しないけど。なに？ゆかちゃんの話しとる。気になる。巻き起こせよ。食べな。
今日やるかもよ、巻き起こせよって。巻き戻せよかもよ、もしかして。間違えちゃう、本当に。え、ダメなのかな、やったら。巻き起こせよ。うん、海ちゃんがどうだろうね。もう名前出すの。マルウミちゃんだよ。マルウミちゃん、マルウミちゃんだよ。そうだよ、マルウミちゃん。やだ、大喜利か考えてたのに、あれさ、褒める流れになって、しかも一発パー考えといたのに。いやー、クマになりそうなんだね、なんかブラウンで、ブラウンって感じ。本当だ。